が伸びてきたので草アレルギー対策にアルファアイコンのピンクスーツを出しました。アレルギー対策用のスーツじゃないんですけど、去年はねこれでだいぶアレルギーが緩和しましたので今年もとは思っています。でもね1年ぶりに来て歩いたらやっぱりねピチピチした感じなのでちょっと気持ち悪いみたいで、マックス君に会うまではかなりこうダダこねられてしまいました。スーツ着なくてもいいようにね、草のない場所だけ住宅街とかでのお散歩に限定するっていうのもできるんですけど、そうするとお友達にもやっぱし会いにくくなっちゃうんで、できたらそれは最終手段にしたいなと思ってまして、ここがスーツの感覚になれるまでにもう少しね、ここにとって着やすい全身スーツが草が体に直接触れないようなものがですね見つかればいいんですけど、ここが慣れるのが先か新しいスーツ見つけるのが先になるか、まあ、諦めてね草が枯れるまで公園をお預けするか、まあ、ちょっと今は様子見って感じですかね。はい、でもまあしばらくここピンクを見れるんじゃないかなとは思っています。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。